2014年7月に長野県基礎群なぎっそ町を襲った土石流による被害と復旧作業の様子土石流とは土砂が水と混合して河川、渓流などを流化する現象のこと土砂災害の原因の一つ山津波、山崩れ、地滑りともいう地質学で用いられる斜面変動の分類は DJ バーンズによる分類が基礎となっている BW ピップキンと DD トレントによる斜面変動の分類では移動速度の非常に速い流動のうち岩石の流動を岩のだれ素流度の流動を土石流再流度の流動をデイ流に分類している土石流は1916年に諸時太郎がドイツ語マーガーングの訳語として創案したとみられる1975年に土石流が一般語になる以前は 山津波が代表的な用語であり、このほか、1960年から土砂害、1977年から土砂災害という用語も用いられるようになった。日本の法令上は土石流について、山腹が崩壊して生じた土石等または、渓流の土石等が水と一体となって流化する自然現象と定義されている。 文献にない土石流、電流の痕跡を把握する方法として、地質層の上下関係の年代が逆転していないかを調査することで、発生したエリアと年代を特定することができる。土石流は、集中豪雨が主要因となる。発生のメカニズムは大きく次の3つに区分される、場合が多い。軽流内に堆積している不安定な土砂が、集中豪雨等による異常な出水の働きで、 流流動化し土石流となる場合集中豪雨、あるいはその他の自然現象が原因となり発生した山腹崩壊の崩壊土砂が多量の湧水や漂流水を得て流動化し、渓流内に流れ込みそのまま土石流化する場合。なお、このケースの物理的なメカニズムは未だに解明されていない。集中豪雨、あるいはその他の自然現象が原因となり、地滑りや 山腹崩壊が発生した際、その崩壊土砂により、河川が一時的に閉塞されて、天然ダムを形成する。その後、淡水に伴う水位上昇により、それが決壊して土石流化する場合。また、火山の噴火に伴う融雪、火山湖の決壊、地震による山体崩壊などに起因することもある。土石流の流化を抑止するために設置された。 サボーダム土石流の発生や流化する区間は、河川の勾配により推測することができる。一般に、土石流の発生区間は、川床勾配20度以上の勾配を有する区間で、あり、8度を下回ると堆積が始まり、3度以下で水と土石が分離して停止する。ただし、実際に流化する際には、経流幅の変化や、流体中の石歴成分比、 岩水率によって変化する。砂防事業による砂防ダム、地産事業による地産ダムなどの発生源対策、流下抑止対策、雨量観測及びデータ送信システムの整備、地域住民の伝達等の避難体制の構築等が対策となる。長野県なぎそ町を襲った土石流沖に混流された石像。当地では土石流のことを蛇抜けと呼び、白い雨が降る。 他人の水が止まると土石流が起こると伝わる。土石流の発生は、雨量計で把握できない局所的な集中豪雨が引き金となる場合もあり、地元自治体からの避難勧告はもとより、自発的な判断による早期の避難が安全につながる。ありがとうございます。